ジョン・ステファン・パイパーは、アメリカ合衆国の改革派の進学者。宣教団体、デザイアリング・ゴッド創設者。ベツレヘム大学、神学校学長。ベーラー大学、トゥルエット神学校が発表した、2018年教の英語圏で最も影響力のある説教者12人に選出されている。ミネソタ州ミネアポリスにある、ベツレヘム・バプテスト教会で33年間にわたり、 牧師を務めた。1946年1月11日、テネシー州チャタヌーガで、父ビル、母、ルースのもとに生まれる。父親は、福音派の宣教師であった。幼少期に、サウスカロライナ州、グリーンビルへ引っ越し、地元のウェードハンプトン高校を卒業した。1968年12月に、ノエル・ヘンリーと結婚、息子4人と、 娘一人に恵まれた。1964年にホイートンカレッジへ入学し、文学専攻、哲学副専攻で1968年に卒業。在学中は、ロマン主義文学について学んでおり、現在でも頻繁に詩を作成している。在学当初彼は医学を専攻しようと考えていたが、病気で入院していた際に、病床で聞いた、ラジオ伝導し、 ハロルド、ンガの説教を聞いて牧師になることを決意した。その後、カリフォルニア州パサデナにあるフラー進学大学で学士を取得した。同大学ではダニエル・フラーの講義を受講し、ジョナサン・エドワーズの書籍を読んだ。パイパーは、フラー、エドワーズに加え、CS ・ルイスにも影響を受けている。その後、ドイツのルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンで、 新薬学を学び1974年に進学博士を取得。博士論文ラブ・ユア・エネミーズはケンブリッジ大学出版局から出版されている。博士校取得後はミネソタ州セントポールにあるベテルガミ学校で1974年から1980年まで教鞭を取った。1974年12月16日、母親がイスラエルで 交通事故に愛死亡。パイパーは1990年のブックレットで母について言及している。2006年1月11日、パイパーは自身が前立腺がんを患っていることを発表した。自らの教会へ書き送った手紙の中で、彼とその主人はこの癌が感知できるものであると信じていると書いた。2007年5月6日に父親が死亡した。 カリフォルニア州で講義をするジョン・パイパー1980年、パイパーはミネソタ州ミネアポリスにあるベツレヘム・バプティスト教会の牧師となり、2013年5月31日に辞任するまで務めた。彼が福音派の中で注目を浴びたのは、1986年に出版されたデザイリング・ゴッド・メディテーションズ・オブ・エー・クリスチャン・ヘドニストがきっかけであった。 その後も自らの神学的立場に基づいた数多くの著作を発表し自身の意見を明確に述べた。1994年にはイエス・キリストを通じて人々が得られる喜びこそが思考であることを述べ伝えることを目的として宣教団体デザイアリング・ゴッドを創設した。この団体は過去30年の彼のすべての説教とその著作のほとんどを ウェブ上で無料公開している。また、パイパーは2010年5月1日から2011年1月9日までの8ヶ月にわたり活動を一時休止していた。また、2011年7月には近いうちに牧師の職を辞任すると発表した。2012年3月に公認候補が発表され、同年5月20日の投票でジェイソン・メイヤーが ジョン・パイパーの公認として承認された。2013年5月31日のイースターの日、パイパーはベツレヘム・バプテスト教会牧師としての最後の説教を行った。その中で改修に対し、教会の混乱を避け次期リーダーの任期が戦略的に行われるために、自身とその家族はテネシー州へ引っ越すことを発表した。賛美を捧げるジョン・パイパー・パイパーは、 クリスチャン快楽主義を提唱し、我々が神によって最も満足を得るとき、神は我々から最も栄光を受ける。そして、神の最高の追求と、人々の最も深く最も持続的な幸福は、一つの追求、つまり神にある喜びの追求によって同時に達成される。と教えている。パイパーは、性的役割について、保完主義をとっている。 彼は、聖書が夫に対してはその妻と家族を愛を持って、導き、守り、養うように教え、妻に対しては、夫のリーダーシップに賛同し、従うように教えているとしている。彼はまた、聖書は、男性が教会を導く責任を担うように、教えているのだから、長老には男性のみがなるべきであるとも述べている。パイパーは、救済論においては、カルバン主義、教会論については、 バプテストの立場を取る。彼はカルバン主義の特徴である予定説を肯定し、それはアウグスティヌスが無条件的選びを主張した帰決であると述べる。さらに彼はライプニッツの最前世界説も採用する。加えてバイパーは信仰義人は人間の成果ではないと信じ、その説教では信仰や成果における生徒の永遠堅持の必要性が強調される。 パイパーは歴史的創造論として知られる創造論の一種を支持しており、その見解を説明したのはジョン・セール・ハマーだとしている。歴史的創造論においては、創世紀第一章に書かれた第一日の前にある一定の期間が存在し、その期間中に神が宇宙、地球及び地球にある多くの生き物や物質を創造し、 創世紀の最初の7日間で荒れ果てた土地をエデンという恵まれた土地に作り替え、そこにアダムとエヴァを創造し、6日目にその中に配置したと考えられる。加えてバイパーは創世紀一章一節に、はじめに神は天と地を創造したとあるように、神は全てを創造する。そして、あなたが日や歩む中で、神は土地を用意している。 神が新しいものを今から想像することはない。神は土地を用意し、物事を成長させ、水と地球を分離する。そして、すべての準備が整うと、神はそこに人を作り、配置する。と述べた。霊的な賜物に関してパイパーは継続していると、するが、それは古典的なものとは異なると考える。つまり、彼は、予言、奇跡、癒し。 威厳などの超自然的なたまものは途絶えておらず、特に戦況と伝道に関しては、教会が求めるべきであると信じている。しかし、使との職は終わり、現代の教会での予言のたまものは、聖書の霊感と同じではないと彼は信じる。また、新約聖書の予言のたまものにおける神の超自然的な啓示は、誤りがないと信じているが、今日、聖書に記されている神の言葉以外では、 その予言者の認識、理解、及び伝達は、不完全であり、誤りを含んでいる。したがって、教会内における、現代の予言は、古いにかけられる。パイパーは自らを、楽観的な全千年派と表現し、イエスの再臨と、観難後、軽拒説の見方をしており、教会は大観難を経験することを教えている。この信念のために、彼は、 ローマ人への手紙11章がイエスの再臨で彼らの心の堅くなさが取り除かれるときユダヤ人の大規模な救いが起きると教えていると主張する。従って彼はキリストの復活で死者の復活を期待することの重要性を主張している。パイパーは典型的な聖書解釈の枠組みを否定していないがディスペンセーション主義からは距離を取り契約神学と近い立場を取っている。 ただ、ディスペンセーション主義の千年王国の存在については同意している。彼によると、立法は神が罪を明らかにし、人間が神の義の基準に達せないことを示すためのものである。そのため、新約の時代を生きるクリスチャンは古い契約の立法の下にはいない。しかし、イエス・キリストへの信仰を実行するために利用することは可能である。 日本で翻訳版が発行されているもの、特筆なき場合、出版社は命の言葉者。ありがとうございます。